ビュッフェ・ビュッフェとは、フランス語で、立食形式での食事の意。ビュッフェやブッフェとも言う。ビュッフェはフランス語ではもともと、飾り棚を意味し、飾り棚に料理を並べて、各自が料理を好きに取り分けて立食するスタイルを指した。メインテーブルに並べられた料理を各自が取り分ける、立食形式の食事を、ビュッフェと呼ぶ。さらに客側が、セルフサービスで料理を自由に皿に取り分けるスタイル。 そのものをビュッフェと称することもあり、その場合には立食形式の他シッティングビュッフェを含む。国際儀礼では立食形式のパーティーがレセプションとして開催されることがある。ビュッフェスタイルでは料理が並べられたビュッフェテーブルに自由に移動して自らが食べる分だけ皿に取り分ける。来客者が全員着席して求人人が料理をそれぞれに運ぶ形式のランチやディナーに比べると、 インフォーマルな形式とされる。ビュッフェスタイルは国際儀礼などでも用いられる形式であるが、マナーとして次のようなものがある。ビュッフェサービスとはテーブルセッティングなどはサービススタッフが行うが、料理は客が自分の好きなものをビュッフェボードで自由に取り分けて客席に戻るサービス方法。アメリカやヨーロッパのホテルでは高級化された。 ビュッフェレストランが増加していると言われ、日本のホテルではレストランでの朝食サービスなどに採用されている。飲食店など商業目的で導入されるビュッフェサービスについては食べ放題も参照。ありがとうございます。